嵐を見たよな。あの嵐のせいであれこれ不便で困ってるんでな。君の力で砂嵐を止めていただきたい。嵐を止めろとはな。これは巫女や祈祷師の審査か。最後まで聞きな。例の嵐は自然現象じゃない。神の怒りとかいう、まあ一種の妖術だ。近くにある石碑の力を発動できれば術は解けて砂嵐は消えるという。そこまで知っているなら自分で嵐を収めたらどうだ。普通の人間には絶対無理さ、俺も含めてな。そんじゃせいぜい頑張ってくれ。神の怒りの石碑のそばに魔物がいる。魔物を倒して石碑を発動する鍵を手に入れな。盗賊団の審査にパスするには魔物を倒して鍵を取り戻し、石碑を発動して神の怒りを止める。アドニスの話では普通の人間には絶対無理らしいね。ええ、彼自身にもできないと言ってましたね。ひどい審査です。これが石碑を動かす鍵。そうとも、石碑を発動するクルクスだ。だけど誰でも使える品じゃない。伝承によれば神に選ばれた者だけが。光に害はないようです。解放者に反応しているのかもしれません。まさか本当に溶けるの？すごいな、君は本物だ。誰にもできなかったことをクルクスを発動させやがった。なるほど、狩猟の言っていた通りだな。君は不思議な力を持っている。狩猟？そいつは私を知っているのか。君が駅に現れた時から狩猟は君の力を見抜いていたよ。あ、細かいことは狩猟に会って聞くといい。さすがは狩猟だ。やはりあの人はちょっと違う。入団審査は合格か？狩猟に会ってと言ったじゃないか。不合格なら会えると思う？入団おめでとう。モノキュラスは君を大いに歓迎するよ。砂嵐が静まり、新しいルートが開けました。集落への近道ができましたね。早速アドニスは近道を使ったようです。集落へ戻り、盗賊団の狩猟に会いましょう。盗賊団は最初からライトさんを監視していて、接触の機会を伺っていたんでしょうね。モノキュラスの狩猟はライトさんの力を見抜いていた。どうやら一筋縄ではいかない相手です。